せーの。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、のったんです。ということで今回もですね、人狼殺2やっていきたいと思います。僕冬になると唇が乾燥して割れちゃったりすることがあって、結構リップを常備していつも唇プルンプルンにしとかないとやばいなみたいな感じなんですけど、2年ぐらい前から沖縄に住み始めて、沖縄ってリップクリームほぼいらないんですよ。めちゃめちゃありがたいなと思ってます。皆さんよく頑張りました。また会ったら一緒にやりましょう。小判さん話せますか？リンゴ星人ですお願いします。リンゴ星人ちゃうやろ。はい、3番リンゴ星人です。よろしくお願いします。なのみんな暴言だけはやめてください。チャットやめてほしいけどな、俺としては。チャットガンガンしそうだな。役職をお選びください。はい、ということで今回も人狼殺2やっていきたいと思います。がしかし多分6人中4人ぐらいキッズなんで、ちょっと困ってます。また人狼か。毎回人狼。夜が更けました。はい、よろしくお願いします。人狼の方はあ、よろしくお願いします。占い師出たいですか？あ、いや出てください。あ、わかりました。じゃあ占い師やります。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、占い師やるのはいいんだけど、1番さん接続切れてんだけど、なんだろうか。夜が明けました。2番。村人陣営で特に自由はありません。うん、まあ一周目の1番目だからあんま話すことないけど、まあ多分そうだね、まあ2周目の考察で伸ばしてたらなと思います。3番。はい、皆さんよろしくお願いします。3番です。3番です。占い師でした。3番占い師でした。ランダムで2番さん、ランダムで2番さんに白が刺さっています。皆さん把握をよろしくお願いします。でちょっと2番さんが進行論とか特に何も言わなかったので、いい感じに進行論を話せればなと思いますが、平和村、できれば平和村になってほしいんですけど、平和村になったら、騎士の方は、ぜひ使用していただいて、占いの幅を狭めてほしいなと思ってます。で個人的になんですけど、バンバンお互いに殴り合ってくれた方が、ここのラインはある、ここのラインはないとかっていうのは分かりやすいと思うので、ぜひね456 1番3、バチバチ殴り合っていただけると助かります。ということでですね、あとは特に話すことがありませんので、皆さんよろしくお願いします。殴り合ってください。4番。僕占い師でした。ランダムで占った結果、2番さんが白でした。2番さんが白でした。3番さんと占い師対抗で、3番さんが1645が殴り合ってくださいっていうところがちょっと気に食わないです。そこを黒目で見ています。気に食わないはおもろいな。でしかも2番にしろってどういうこと？あ、はい、リンゴ星人です。私使用します。占い師です。6番さんランダム使用で白と出ました。今占い師3人いるんですけど、もうこれ3、4確定で黒ですね、これ。はい、ということでお疲れ様です。6番。いや間違えた、騎士じゃないわ。のプレイヤーが発言します。4って分騎士だね。どうした？占い師でした。何言ってんのこれ。1番占い師って言ったよね。2番。3、4、5番さんが占い師で、4番さんと3番さんがランダムで僕に白来ましたけど、まあ、6番さん占、あ、そうか、6番さんも占い師って言ったか。でどこが白って言ったんだろう。占い師4。いや今のところ俺なんか俺以外占い師で出るっぽいから、1番除いて。そうだね、まあけど4番さんはちょっとなんか違うんじゃないかな。どんどん叩き合った方がラインとかも、そこの人狼と人狼のラインとかも見えてきて、これで村人陣営の勝利につなぐかもしれんから、多分叩き合った方がいいと思いますね。これはどうなんだろうな。なんか占い師がいっぱい出すぎて誰を釣ればいいか分かんない。とりあえず他の人の意見聞いて誰するか考えます。3番。はい、そうですね、現状占い師が僕以外にも3人いるということで、ゲームのバグじゃなければ、嘘ついてる人が3人いるということになります。でまあ多分なんですけど、456番さんの、どこかにおそらく騎士の方がいると思うんですが、まあ騎士の方はねそのまま潜伏しておいていただいて、ここは占い師詰める場面になりますので、自分が釣られると、でその釣られそうになった時に自分が騎士でなければ、まあ残念ながらそのまま釣られてください。はい、で騎士だった場合は使用してちゃんと、釣りを逃れてください。でそうですね、456ぶっちゃけ言ってることはなんかみんな別に当たり障りのないことしか言ってないんですよ。4番さんが唯一殴り合ってくれっていうのをなんか嫌だって言ってるだけで、殴り合った方がいいのは間違いないですね。でまあ仮に全員占い師として仮定するのであれば、唯一5番さんだけ破綻してるっていうことですね。なんか6番さんも占い師使用してるんですよね。まあ多分まあ6番さんは占い師3人出てきてるんで、4人になった方が面白いだろうなってことで出てきてるだけだと思うんですけど、現状僕としては5番さん釣りです。以上です。4番。すいませんでした3番さん。殴り合うってそういう意味だとはすいませんでした。殴り合うっていうの意味はまだ分かってないんですが、
まず3、4、5、6の中に人狼1人と2、1の中に人狼1人だと、あーちゃん1の中に多分1が人狼だと思います。理由がまず占い師4人いると、まあ、ぶっちぎられてるか分かんないんで、まあ、僕は一応言うと3番3を信じてまず一応5番3つって6、4、3でまあ占い師バトルしていきたいです。5番な何言ってんだ4番さん。プレイヤーが発言します。3番さんが騎士出た方がいいっていう発言なんですけど、言ってないよ。これちょっと3番さんもしかしたら人狼であえて騎士出させようとしてるかもあって、6番さんちょっと本当にそういう遊びじゃないんで、デタラメなこと言わないでほしいです。はい、6番さんかかってるんでお願いします。6番。いやー占い師なんですけど3番さんが怪しいと思いますね。1番。なんだこれ全然意味わかんないんだけど、まあ現状でも3、4、2で5に入れることは今決定してるでしょう。全プレイヤーの発言が終了しました。まあ4番がくそくめちゃめちゃおかしな発言してたけど、私はただの石、そういうチャットはダメでしょ。ごつりだよごつり。5番勝った。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番。まあ、おそらく4番が騎士でしょう。発表してください。あーこれもう村人負けですね。お疲れ様です。大事な人を失ってしまいましたね。夜が更けました。おそらく4番でしょ騎士。人狼の方はこんばんは。なんか多分4番さん騎士じゃないかなと思うんで4番さん行きますか。そうだね、4番さん行こう。行きましょう。私が悪人ですって、もう怒りますよ。6番さんは占いじゃないですよね。多分5番さん占いだと思うんですよ。多分そうですよね。なのか5番さん嵐か。かわいい今のやつ。トンネルズさんが終了しましたね。多分さすがに4番守るってことはないと思うんで、6番が騎士だったとしても。昨夜は1名の方が亡くなりました。お疲れ様でした。ゲーム終了。4騎士かな。人狼陣営の勝利。4番は最悪また人狼だった。5番騎士。それはやべえだろ、だいぶやばいね。はい、ということで今回もね、まあ勝ったんですけど、なんなんこれってなってしまうな。やべえだろこれ、やべえだろ。とりあえず初心者村を、初心者のレベルを卒業するまではもう仕方ないんで、これもガンガンやっていくしかないんですけど、これはひどいなっていうのに関しては配信しようかなと思います。名前隠した方がいいのかな。いや隠しません。やっぱり隠そうかなと思ったけど、やっぱね YouTube で自分が上がってる動画がもし見れたら、あこういうことだったんだなって勉強しようかなって思うかもしれないなと思いますので、はい、そうします。ということで今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。